ますので、撮影の際はフラッシュはどうぞご遠慮ください。お願いいたします。さあ、小手作くん、今ゆっくりと登り始めましたよ。皆さん応援をお願いします。小手作くんがこのような坂道を倒れずに登れるのは、サドルの下についている大の成果のおかげなんです。大の成果で車体の揺れを検出し、胸の大きな円盤を回転させることでバランスを保っているんです。
レットを使って障害物を検知し衝突回避をしたんです。車もどんどんと進化していくみたいだけど、せっかく未来ダウンでの車社会ってどんな様子なの？